はい、こんにちは。岡三オンライン証券の竹部力也です。さて今回ですね、ウェブセミナーをお送りさせていただきます。11月4日の現在は金曜日、夕刻でございます。今夜米国雇用統計を控えて、日米ファンダメンタルズのセンチメント、ファンダメンタルズ何か変化があるのかどうか、こういったところを見据えて、ご案内させていただこうかと思います。タイトルはですね、ドル円介入の条件と題してお送りさせていただこうかと思います。さてですね、10月の31日この日にですね、今回8月4日以来のドル買い円売り介入がございました。タイトル通りでございますけれども、10月31日の、政府財務省による円売り介入執行というところで、ここで一番大きなポイントというふうに、市場の方で、注目されましたのが、安住財務大臣から納得いくまで介入すると、こういった非常に力強い、断固たる意思が表明されたわけでございますけれども、さてそれでは納得いく水準というのはどこなのか、そしてまた今回ですね、円売り介入によって何らかのトレンド変化が見られたのか、そして何故に円売り介入がなされたのか、そういったところもですね、類推しながら今後のドル円相場の行方を占っていきたいというふうにして考えております。約30分予定しておりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、それではですね、早速進めさせていただこうかと思います。今回なぜ何故に円売り介入がなされたのかというところが一番大きなポイントなのかなというふうにして思いますが、さてそれに合わせてですね、またドル円のセンチメント、ファンダメンタルズ何らかに変化を見せたのかどうか、中長期的なテクニカル、そしてファンダメンタルズの要件をですね、何らかに阻害させるようなことがあったのかどうか、こういったところをですね、ちょっと進めていこうかと思いますが、はい、それではまずこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。はい、2011年